立候継セックは、アメリカのミュージシャン、プロデューサー。ロックバンド、カーズのリードボーカリストとして、ベンジャミン・ウォールと共に知られており、リズムギターと作曲を担当している。メリーランド州ボルチモア生まれ。16歳の時、NASA のコンピューターアナリストだった父に連れられ、オハイオ州クリーブランドに移転。ここで、 ウース TV という人気ローカルバンドのメンバーとして活動していたベンジャミンウォールに初めて出会う。リックは彼の演奏が気に入り連絡を取るようになった。リックは少しの間トレドにあるボーリンググリーン州立大学に通ったが音楽活動を続けるために中退する。コロンバスでベンジャミンと再会し、二人でバンド活動を始め、 おはよう修立大学周辺で演奏するようになる。1989年には3番目の妻でモデルのポーリーナ・ポリツェコバと結婚。ポーリーナとの間の2人の息子を含め3人の妻との間に6時を設けた。2019年9月15日、ニューヨークマンハッタン東19番街の自宅アパートで亡くなっているのを発見された。1970年代初頭に クロスビー、スティルス、ナッシュヤングに影響を受けたリックは、友人のベン・オルゼチョフスキーとフォークバンド、ミルクウッドを結成した。バンドは1973年に、ハウズ・ザ・ウェザーというアルバムをパラマウントレコードからリリース。アルバムは成功せず、リリース後すぐに発売中止となり、バンドも解散してしまった。ベンジャミントリックは、 リチャードザ・ラビッツという新しいバンドを結成。1974年にはボストングラウンドラウンドレストランで寮として演奏したが、ある夜、会社の副社長が家族に優しい環境ではないと言い、彼らは解雇された。リックは後にカーズと解明することとなるニューウェーブバンドキャプテンスウィングの創立メンバーとなってから急激に成功し、 1978年から1988年にかけて数々のヒットソングを世に出した。彼はリズムギターを演奏し、ほとんどの曲のリードボーカルも取っている。1970年代にベンジャミンと激しい作曲権争いがあったが、その後はバンドのソングライターともなっており、カーズのほとんどの曲は彼の名前がクレジットされているが、バンドメイトである。 グレッグホークスとの共作も数曲存在する。2010年、リックは死去したベンジャミンを除く残りのオリジナルメンバーと再会し24年ぶりのスタジオアルバムウェブ・ライクディスのリリースを2011年5月10日に果たしている。1982年には初のソロアルバムをリリースした。ビーテチュードはカーズのニューウェイブロックサウンドを さらに実験的にしたものとなっている。シンセサイザーがさらに重厚になった d i s サ i d e of Paradise は1986年にリリース。15位を記録したヒットシングル Emotion in Motion はこのアルバムに収録されている。カーズは1988年に解散し、リックは数年間表舞台から退いた。復帰したのは1990年のソロアルバム。 ファイヤーボールゾーンであり、ロッカーウェイは少しの間チャートインしたが、カーズ時代の成功と比べると、アルバムのセールスは優れなかった。その後10年間、1993年にはクイックチェンジワールド、1996年にはゲチャーティキッズ、1997年のトラブライジングと、他にもソロ作品をリリースしている。2005年、リックはネクスタデーをリリースし、 少し派手なサウンドを聞くことができ、レビューでも高評価を受けた。カーズ在籍時、リックは好評のプロデューサーとしても活動し、成功していた。様々なジャンルにおいて、多くの将来有望なバンドをプロデュースした。この中には、バッドブレインズのロックフォーライトや、ガイネットバイ・ボイシズのルザ・コラップスが含まれ、その他にも、ウィーザーのブルーアルバム、グリーンアルバム、スーサイド、 ロメオ・ボイド、ホール、ベベ・ビュエル、ノー・ダウト、ナダ・サーフ、ブラック・47、バッド・レ・リジョン、ジョニー・ブラボー、ディ・ジェネレーション、ウア・ナ・ディーズ、ポッサム・ディクソン、マーティン・レブ、ジョナサン・リッチマン、ピンク・スパイダーズなどにもクレジットされている。また、モーション・シティ・サウンド・トラックのサード・アルバム、イーブニー・フ・イット・キルズ・ミーのプロデュースにも参加しており、2014年には、ウィーザーの9枚目のアルバム、 エブリシングウィルビンイー、オールライトインジエンドやザクリブスのホー l l My s i s t e r を手掛けている。リックは3回の結婚をしている。彼は若いうちに最初の結婚を果たしたが、やがて離婚し、2番目の妻であるスザンヌ・オケーセックと1972年に再婚した。しかし、スザンヌとまだ婚姻関係にある時、カーズの曲、ドライブの ミュージックビデオに出演したモデルのポーリーナ・ポリェコバと出会った。当時、ポーリーナの年齢は19歳、リックは35歳であった。出会ってから5年後の1989年、リックはポーリーナと結婚した。ポーリーナは最初の結婚であったが、リックにとってはこれで3度目となる。彼は3人の妻との間に、それぞれ2人ずつ6人の息子を設けた。 息子の一人、クリストファー・オケーセックは、ロック・グープ、グラムール・キャンプを結成した。1970年には、アダム、1973年には、イーロン、1982年には、デレクがそれぞれ、生まれた。リックと共にカーズを結成した、ベンジャミン・ウォールは、親友として知られている。2000年のベンジャミンの死を受けて、彼を追悼する曲を書いている。その他、 ありがとうございます。